姫路道教大学はこちらをご覧ください。ここでは HDU チャレンジ入試という新しい入試制度が紹介されています。大学が定めている資格、検定などを出願時点までに取得した方を特待生として認定する入試制度になっています。姫路道教大学の学部はこちら、世界の言語や文化、現代社会に対応した法律、経済や経営など産業経営学を学ぶ人間社会学群、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士など医療のスペシャリストを養成する医療保健学部、高い専門性と技術を備えた薬剤師を目指せる薬学部、地域医療の多様なニーズに的確に応える広い視野を持った看護者を育成する看護学部、これらすべての学部で HDU チャレンジ入試は実施されているんです。2年次以降も人間社会学群においては各年次で認定継続のための資格や検定が規定されています。規定の資格並びに必要単位数を習得した場合、継続の認定を受けることが可能。自分の努力次第で特待生の認定が継続されるということですね。医療保健学部、薬学部、看護学部においては合格時点で2年次までの特待生認定が確約されます。学生にとって良いモチベーションになりますね。